はい、小川玄之介役鳥海浩介です。はい、かげろう役早水梨沙です。はい、服部恭八郎役杉田智和です。服部半蔵役立木由美子です。かっこいいな。かっこいい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう本当の親子になったんでしょうか。そう、それはもうお楽しみということで、ね、あれからもういろいろありました。ありましたね。トイレで落雁しましたよ。下克上だ。割と立木さんのこの立木さんのフックがこうフックなんだ。で、今回は11話12話ということでね、はい、どんな展開になるのか楽しみですね、うん、はい、ということで、最後まで、見てください。よろしくです。はい、はい、ね、付箋の約定も解かれ、はい、おぼろちゃんの目も塞がり、はい、ここからは甲賀の反撃になるのかという。なるのか。今のところやられっぱなしですからね。伊賀有利に進んでいますが、私どもとしては非常に責任感がもうひしひしと伝わって、はい、もう辛くて辛くて辛くてね。でもこうやって見てんでしょ。遠くからもうきっちり。かげろうの入浴シーン。あらまあ。あ、お風呂入りました入りました。いいな。ちょっとその役俺に回せよ。でもあれですね。立木文彦から見てですよ。はい、視聴者側から見て、はい、見ると。はい、ね、皆さんお強いじゃないですか、ある意味、うん、早くにこう亡くなる方もいるんですけど、うん、術をちゃんと使わずに亡くなる方もいるじゃないですか、残念ながら、あれながらね、なんかこうやって見るとこう甲賀と伊賀、うん、もしどっちが勝つとしたら、なんか今の時点では私が思うに、伊賀が強いような気がするんですよ、ね、もう如実に数値として現れてますね、今濃いんですよね。もう面々が濃すぎて、もう役者さんも濃いですから。そうね。で、伊賀って派手なんですよね。派手ですね。技が。技派手、技も派手ですね。私たち本当に地味ですよね。うん、甲賀はまず派手な人から死んでいってしまいまして、はい、残ってる人は無口。無口だ。本当に静かになってる。実は地味だし。口を開けばたしなめられる女性がはい、いたり。シスターコンプレックスの人がいたり、うん、ゲの人ね、あとはいつも裸ん坊の人がいたり、ね、あとは、ね、弟子と師匠の2人とも喋らない、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 指定が、生き残りそれだけですからね。もう、なんかこう戦力的にこう気構えとか気合とかいう部分で今なんかこう伊賀型、伊賀型がね、そうですね、結構伊賀なんかもうみんなでやるぞーっつったら、おーってなりそうじゃないですか。こっちもやるぞも言わないですよ。それぞれのそういう関係性というのが面白いですね。結構スポット当てていくと面白いですよね、すごく、うん、結構つながっていって、うん、なんかね、ちゃんと本当に全部伏線があってっていうキャラクター同士の関係性に、うん、なんで本当にこれがワンクール中盤戦ですから、うんうんうん、ここから結構物語も派手に動き出してくるんで、うん、戦いが激化していく、ええ、ちゃんとそのどちら側の視点からこう戦いの理由を見ても、うん、どっちが悪いとかそういうことじゃなくて、それぞれの立場での正義みたいなものがあるんで、ね、うん、思いだったり、うん、そんな感じの11話12話、うん、まあ、その辺も含めて次のコーナーへ流れていきたいと思います、はい。はい、こちらのコーナーでは、はい、それぞれの今までの戦いなり何なりを振り返ってみたいと思います、まずはこのシーンからご覧ください。どうぞ。いつの日でしたか。明け絹だけなんですよね、おばば様が心配そうに見てる。そうだね、あとみんなマジギレみたいな、ね、マジギレみんな何言ってやがる、おばあちゃんかわいい、ポニーテールかわいい、気に病むでない、そなたが精一杯励んだことはこのババが一番分かっておる。人に歴史あり。そうそう、おげんばあさん戦う時だけこう気合がたまるとこう若くなる、若くなる、声もそう、声も京田さんだし。まあね、うん、それイベントでも言ってたよ。何か分かってたもんね。外してるにも程がありますよね。届いてない。どんだけ下手くそなんだって。どんだけ下手くそなんだ本当に、ひどい。だって地面に刺さってるってことはこう投げないと無理ですよね。危ない危ない、危ないな。本当に1個か2つ流れ縄ならぬ流れ手裏剣が飛んでくるんじゃないか。誰か犠牲者がね、うっかりしてる人とか多分何回か死んでる感じ。あ、天然もね、流れ玉に流れ手裏剣に来ましたね。そなたの目、闇七よ、闇七よ、その目が我らつばがくれの忍法を内より崩し、可
一族を破滅へと追い込む災いの元となるような気がしてならぬ。もしそのような日が来たときは、すごく可愛らしい方なんですね。素敵ですね。なんか京田さんとみゆきちゃんが、二人並んでパン食べてるのが可愛かったです。現場でそなたの年齢が違う、昔おげんと今おげんだ。近いよね。七日七夜閉じて開かぬ。はい、ということで、はい、おぼろちゃんもついに目を塞いでしまって。そうですね、みんながマジギレしてますよね。マジギレしてる中で、みんな怖い顔です、うん、まあでも過保護に育てられたんで。でも手裏剣をここに刺すような子ですから ね届かない。まあその結果、あなた何もやんなくていいわっていう、うん、何もやんなくていい、もう無理だわみたいな。無理だで、期待されずに育った挙句これですから、そうですか。かわいそうに、おぼろちゃん、かわいそう、本当に剣之助様にグダグダ言われてる。ボロボロやな、かわいそうに。おぼろぼろやなみたいな。おぼろぼろ、いやまあさらっと拾いました。京ちゃん、パパ、真面目に行こうぜ。信じてる、ありがとう。というわけで続いてはこちらのシーンをご覧ください。どうぞ。チェケラッチョ、ラッキョ。壇上様がゴロゴロしてる。もうちょっと、もう飲み疲れちゃったね。飲んでて、そろそろ酒とか飲んじゃって、伊賀が来るかもしれないっつうのよ。ちょっとジャージに見えますよ。部屋着だね。さて、何人の男が三蔵さんと人間以外にもボケだっけ。あ、ボケだじゃん、バレた。手を挙げる者は後で。バケだって。いや、人以外にはまだなってない。なってないですよ。なれるかもしれないですけどね。同じやからとっくりとかになってない。それこっちがサイモン。これは面白い。お酒サイモンとかね。なんのこっちゃ。でも人じゃないです。人じゃないですね。やっぱりジャージに見えたな。うん、うん、くそ、来たんじゃん。さあ、痛い痛いし。いや、かけろ。自分で臭い息を吸っちゃう。全然気づいちゃいないし。本当に忍者かと。ごめんごめん。剣之助様。サイモン。このね、駆け込んでくるサイモンがかっこいいんですよ。剣之助様。いい声だ。いい声だ。メンゴメンゴ。目を覚まれたらしい。わしは貴様らを撃つ。なんでお前らそのセッター。やめろ。見えない。見えないが勝負だ。すごいなこの迫力。さあどちらの首からへし折ってくれようか。見よ。シマヨウタカゲンの収録でこれも言っちゃったからね。ミオ氷馬まで行っちゃったんですよ、別に勢いで。本当に見えるか氷、見えるか氷馬、見えぬであろう玄之介。さあどっちじゃ。ミオ氷馬って言って俺かーあーって僕は崩れ落ちました、その時。俺だねとか言って。はい、という、はい、うん、ごめんごめん、うん、本当にカゲロウのせいですね。めんごめんご、罪深き女よ。本当です、すみませんでした。本当歯を磨きなさい。そんなバカな口臭だった。違うっつーの。寝転がってるサイモンが面白かったですね。スウェットで、スウェット上下に、緑色のスウェット上下に。ほんとまあそれと、あとはイキリ立った年季が踏み込んできましたけど、はい、イキリ立ってましたね。宇都宮さんも張り切りすぎて、まあ収録の時にね、僕のセリフまで勢いで言っちゃったっていう。本番でさあ、見よ、ヒョウマ、あ、いけねえ、俺じゃねえ。横で僕がズサーッて崩れ落ちていったわけです、みんなも椅子座りながらこんなの。じゃあ続きましてはですね、12話の方、見ていただきたいと思います、はい、どうぞ。チェケラッチョ。おもろ、あれ一人で隅っこですよ、やっぱ、いじめられてる。いじめられてる、さっきの続きで。かわいそうに。かわいそうに。妄想も働きますよね。そうですね。もう想像だけがなんか楽しみみたいな。うん、最後の楽園ってわけだ。それもかわいそうな。気持ちわかるな。わかるんだ。いや、なんでもないです。なんでもないです。想像だけが最後の楽園だなんて。そんな楽しいことあるわけないじゃないって。絶対あるぞかね。おぼろ殿。おぼろ殿。私は俺回想シーンになると喋るって、ずっと源之助様にお詫びせねば。これ兄さんへこんでたでしょ。うん、へこんだ。このセリフひどいんですよ。これおぼろがここで
源之助に言う、今言ってるこの先で、私は、ぶっちゃけ簡単に言いますと、私はぶっちゃけ誰とでも今回の縁談、相手が誰でも結婚しようと思ってました、こんな私をもらってくれるなら誰でもいいと思ってましたっていうことを言われるんですけど、でもそれが源之助様で本当に良かったって、まあ最終的に救いはあるんですけど、ぶっちゃけ誰でも良かったって考えちゃうね、それね、またよみたいな、この人もみたいな、まあそこは一応男の優しさで受け止めて、うん、大人ですね、はい、ということで、物語もね、ちゃんの空想の世界、そうですね、空想の世界、まあ、でも平和な頃があったからこそ、うん、余計に、うん、余計にその今の悲痛さが際立ってきます、ね、まあ、でもちょっとショックなことは言われてますけどね、まあ、確かに言わなくていいんじゃないっていうようなことをね、次のシーンに行、ね、きたいと思います、はい、こちらをご覧ください、どうぞ、エクスプロージョン、全然違った、寂しい子、友達いない子、あれこのマスクみたいなやつは、うん、あれは早く良くなってねっておまじないが書いてあるんですって、あのマーク、なんですって、忍者文字かなんかなの、何なんですかね、誰が、明け絹さんが早く良くなってね、明け絹かな、だからおぼろはもうそんなのそれどころじゃないじゃん、だって、ああ確かにね、小四郎って言っちゃったのね、小四郎手持ってるのがトウモロコシだったあのおやつに食べようと思ってたそれは、うん、あ、違う、小四郎だってしかしここは雨量が多い地域だね小四郎殿今す、あ、これ滑ったんですか、ドジコですよ、忍者にあるまじき、うん、というか、畑野くんじゃないですか、むしろあのホームと電車の隙間に落ちそうになったそうなんだ、そうなんだ、痩せてるかなだって畑野くん言ってましたもん、小四郎は地でできますって、おすげえ、これあれ、くるくるくるってあれ取ると畑野くんの顔が出る、多分あ、ここでね問題なしですよ、問題なし、はい、この距離感がまたね、ああ。ちょっと明け絹が向こう向いてるのね、気まずい空気が、お共に戻るのは、はい、ということで、はい、ついに小四郎が男になりました、そう絶対何かがあったように見えますよね、うん、そんな雰囲気ありますね、距離が、距離がね、微妙な距離、うん、あと、はい、明絹さんが向こう恥じらいの表情、でもなんか、うん、それをあの監督さんとか構成の方に伺ったら、何もないですよとおっしゃってましたけどね、言われちゃった、あとさっきもあの、うん、多分入ってないと思う、ちょろっと言ったんですけど、あの身の年季をガッて、うん、落とすところの兄様が表情ですか、あの一瞬だけ恨みが出るっていう、忍者じゃなくて、だから妹を殺された兄の感情が出るっていうね、はい、というわけでこんな感じで振り返ってみました、ベストシーンのコーナーでございました、はい、このコーナーでは皆様から送っていただいたメールを紹介していきたいと思います、はい、たくさんのメールありがとうございます、ありがとうございます、はい、こちら、はい、埼玉県のヘッポさん、どうもありがとうございます、ありがとうございます、埼玉、やった明け絹の仲間や視聴者のために脱いでくれるサービス精神や面倒見がいいとこやまともなところが大好きですだけです、それだけですね、でちなみにこういったものを、いや僕も本当に明け絹さんが大好きなんですけど、女性の先輩としてもいいかもしれないですね、そうですねいやなんかすごくあの人には母性を感じるんですよね、明け絹さんにはね、だから男、あの出てる男性忍者はみんな明け絹さんとくっついたら幸せにしてもらえるんじゃないかと、してもらえるというか幸せになれるんじゃないかと
でも明犬さん自身と話をしたところ、うん、ジョウスケが結構いいんじゃねえかっていう話になりました。合うんじゃねえか、合うんじゃないか、うん、はい、じゃあいきます、はい、愛知県にお住まいの五郎さんからいただきます、はい、五郎さん、ありがとうございます。ヤシャマルが死んだ時、うん、死ぬの？と思いました、はい、おこいが死んだのも悲しかったです、うん、このキャラだけは死んでほしくないなってキャラばっかり死んでてます、うん、今このメールを書いているのは、うん、10話が終わっているところ、うん、もしホタルビが死んじゃったら、うん、死ぬな死ぬなホタルビってな感じです、うん、だそうです。なるほどね、ヤシャマルですよまたね。そうですよ、タイトルは好きなキャラばかり死んでいくというタイトルでいただきました。ヤシャマル、おこい、うんうん、まあおこいはね、かわいそうだったね、いいシーンだったね、おこいの、あれはれ泣けたね、兄様っていう、まあヤシャマルは、ヤシャマル、なんでそんな風当たりが強いんですかね、なんかすごいね、いやなんかね、だってヤシャマル、ヤシャマルってそんだけ言われるとね、うん、面白くないよね、こうほら、うちの棟梁の孫も頑張っとるわけですよ頑張ってますね、主役としてね、そうです、音響監督さんにもなんか一応主役とか言われつつも頑張ってらっしゃるわけじゃないですか。それをヤシャマルヤシャマルと言われるとね。こちら、はい、はい、どうぞ。甲賀慎之助さんからです。お、うん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。毎回楽しみにしています。はい、ありがとうございます。願わくば、うん、ぜひとも映画化になることを希望します。あの迫力ある映像とクオリティの高さはテレビと DVD だけに留めておくのはとても惜しい、うん、やはり映画館の大画面でバジリスクを体感したいと思います、うん、おっしゃる通り、うん、バジリスクに携わる皆さんどうか私の願いを叶えてください。なんて、ただお話としてはもう完結してしまってますね。服部家の話とかどうですか。おー、いいですね。地味そうですよね、なんかね、この物語の裏で駿府はどうだったかみたいな、その頃、駿府ではみたいな、地味だよね絶対ね、動かないよあんまり、特に俺は父上京八郎はね、いろんなとこ行ってるけど、京八郎、万有樹みたいな、あ、旅芸人に詳しいでしょ結構、割とね、こうやってね、割といろいろ見てきた方がいろいろね、主題歌は、うん、鳥海さんと水木さんのデュエット、うん、なんでですの、デュエット、いいじゃないですか、私歌うまいからなそんなへこまないでください。いや、エンディングは、うん、ハット親子で、ハット親子で、立木さんの美声がね、脱線親子でうまいからなザ・脱線って感じでも歌すごい説得力を持ったうまそう、いや本当にライブ楽しかったです、ありがとうございますこういう場でも言っていただけるの本当に嬉しいですね、本当に素晴らしい、ここはカットさせませんから、ありがとうございますじゃあぜひ我々の願いを叶えてください叶えてください、偉い人、よろしくお願いしますね、よろしくお願いします。はい、ね、そうなんですよ完全に忘れてた俺、ちょっとなんか話夢中になってて、はい、お便りのご使用、そうなんですよ切りますか、一回台本出てきた、台本一回切りましょうか、ごめんなさい、完全に忘れてた、ごめん。そんなわけでありまして、皆様からの楽しいお便りメール、いろんな伝え方結構でございますので、こちらの宛先待てお送りくださいね、ぜひとも待ってるからね。うん、この気配は、うん、何者、またお題を、なんぞやなんぞや、阿弥陀富士とか書いてあるんですよ、炙り出しちゃったらどうしよう、長い2行だぞ。バジリスクの世界観とキャラクターについて語れ、しかも命令帳だぞ、うん、スタッフより世界観とキャラクターですって、うん、世界観はもう山田風太郎の世界です終わっちゃったよ確かにね、でもなるほどね、すごいですよ ね、この山田先生のこの、うん、そうですね、この発想力というか、うんうん、なんかやっぱ我々にはちょっと常人には、うんうん、本当にそうだなぁと、なんかこう改めて見ると、うん、この世界観の中に自分が入り込むと、うん、なんかね、その世界にその時代に、うん、あ行きたかったなとか思うような、うん、そういう錯覚性があるような、そういう意味ではすごく美しいなと、うんうん、美しいですよね、うん、内面はねすごく、うんうん、今現代生きる我々にはああいう考え方って絶対できないじゃないですか、うん、だっていきなりなんか、うん、お前ら殺し合えって言われて、うん、なんかはいでしょう、もうだって、うん、しょうがないって、うんうん、
好きな相手とそうなってしまうやっぱりこうなんかそれこそ時代ものだからね、うん、歴史ものだから、うん、なんていうのかなこう自分の魂をぶつけて相手にぶつけるっていう部分の素晴らしさっていうのも非常に描かれてるじゃないですか、うんうん、妥協しないっていうか そうです、ね、その場面において決して妥協しないっていう、うんうん、自分たちのその貫き通す意志みたいなものが一貫してるわけなんですよね、うんうんうん、それが悪とか正義じゃなくてっていうところで、うんうん、超越してますよね、うん、その辺は、うん今日はすごいななんか、うん、このコーナーでこんなになんかそうですね何いや今までがそんな適当だったみたいな言い方とか思ってまあ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 達成親子に任せてください任せてくださいここは一つここは一ついやまあでも本当に、うん、そういう意味でも本当素晴らしい作品だったなと、ね、思いますねちなみに一番好きなキャラクターとかありますかまあ、やってみたいとはまた別で一番好きなキャラクターその声を当てる以外のことですね、単純にこのキャラ一番好きだみたいなのってあります、これ左衛門が好きなんですねでどういったのひょうひょうとしてて、うん、優しくて、だけどすごく強そうな感じするじゃないですか、まあ、一番活躍するのは左衛門ですから、ねうん、実は、あのキャラは好きですねあ、うん、なるほど杉田はあそうですね男性キャラだと兵馬一緒だ人気あるよね、兵馬かっこいい生き様のその深さみたいな人間のその深さみたいなものが、うん、何か言ったの、深みですかね深み、声も深みがあるし、ね、そうそうそう、まあ、宮橋さんの声も好きだっていうのがあるんですけど左衛門と兵馬はね結構いいですよね、かっこいいんですよ、とにかくちなみに女性キャラ来ましたねお父さんの顔変わった夜の時間が来ました早かった、まだ早いですよ、まだ早いですよ私はもう間違う、まごうことなく、はい、もうおこいです。おこい、はい、もうそれはそのものままズバリ、ズバリ、もう天真、まあボディとかいう そういうことよりも天真爛漫さですね。うん、あ女性キャラは、ま、僕はホタルビです。ホタルビ、はい、それはまたエキセントリックなところ。あの一瞬でこうカッとこう変わるところがね。うん、だけどこう好きな男の前だとすごいデレーっとするのね。はい、ということでバジリスクお題トークコーナーでございましたはい、続きましては陰陽座さんのコーナーでございます。はい、今回はどんなお話なんでしょうか。皆さんごきげんよう、陰陽座のベースボーカルまたたびです。ボーカルの黒猫です。そうですね、自分がそういう恋愛をしたいかと言われればちょっとできればそんな悲しいのは嫌だなと思うんですが、やっぱりこう見ててもう究極のこうなんていうか一つの形だなと思うのは源之助とおぼろのカップルですかね。やっぱりホテルビー美意気としましてはホテルビーとヤシャマルのあのこうヤシャマルの前にいるとあの恐ろしい術を使うあのホテルビがすごくこう意地を張りながらも可愛い女の子になるところとかがねすごく好きですね。はい、秋絹姉さんはですね、小四郎とちょっといい感じになってたんですけど、僕はあの甲賀の宇野の丞助ちょっと贔屓なので、あーそっかちょっとねちょっとだけ丞助がちょっとちょっかい出してたじゃないですか、あれを実らせてやりたいんですよ。ああなるほどね、なので小四郎はね、あの若いから、あそっかまだちょっとあんまりあの世の中分かってないから。お恋は、そういうロマンスは具体的にね、何もなかったのでかわいそうなので、誰ですかね。私逆にお恋はこう明るくて天真爛漫なところがあってこう、ナイスバディでっていう、あのキャラで丞助とかいいかなと思ったんですよ。あ、なるほどね。なんかね、でもねやっぱちょっともう一つねサプライズがないので、あれですね、あの左衛門と、あの禁断のあら禁断の恋とかいうのじゃダメですかね。ダメかな
かげろお姉さんが残ってますけど、でもこれこう能力的なこととその思いを遂げられるということで、天然とかだとこう、うまくいくんじゃないかな、僕もね、もう思った、ね、うん、実際恋ではなくバトルとして、うん、あの一戦交えてますけど、うん、あれ絶対ベストカップルですよね、うん、と思うんだけど ね身体能力的にこう何回もだって生き返れるってことは、うんうん、あれ以外の相手はないなと思うので、うん、ね、源之助って言ってあげたい気持ちもあるんですけれども、ね、はい、うん、ちょっとそれだと悲劇的な最後を迎えてしまうので、うん、はい、五感でもお知らせしましたが、陰陽座の初のベストアルバムが、2月8日に発売になります。このベストアルバムから陰陽座に触れてほしいなという作品になってます、うん、はい、でそのベストアルバムの発売を記念して、2月25日に中野サンプラザで、ベストアルバム発売記念ライブを行いますので、その名の通りこちらもベストなライブにしたいと思いますので、ぜひ足を運んでいただければと思います。はい、はい、陰陽座さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。もはい、個人を忍ぶコーナーでございます。はい、今回は伊賀の美濃年季さんお一人です。はい、それではおいおい京八郎、取り乱れてないぞ。京八郎殿、では美濃年季さんを忍んで、はい、献杯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 。まさかこんな、こんなところで亡くなる方だとは。そうですよね、思いもよりませんでしたね。最後の方まで絶対いらっしゃると思って、無敵だと思う。間違いなく、最強ですよね、最強のはずだったんです。いろんな意味で最強だと思う。いろんな意味で最強ですね、中身も含めた演じてる方も含めて最強だと思ってました。さようでございます。きっと彼の生涯には一片の悔いはなかったと思います。そうですね、はい、多分やり尽くした感はあるでしょうね、石になったと思います、ね、はい、では美濃年季さんのご冥福をお祈りいたします。はい、エンディングでございます。はい、はい、ということで、あっという間でしたけど。そうですね、どうでしたでしょうかね。そうですね、お話が進むにつれてこの重なっていく、うん、その内容のその濃さというか、うんうん、でそのさらにじゃあこの時じゃあカメラの当たってないところではあのキャラクターは何を考えているんだろうとか、うんうん、どういうことが今起きてるんだろうかなっていうことをこう派生して考えられるっていうのが、うん、作品の魅力じゃないのかなとすごく思います、うん、はい、そうですね、やっぱりこの作品の魅力ってもういっぱいね、いろんな方角から見れると思うんですけどね、うん、なんか僕なんかはやっぱりここに関わってて、うん、役者として関わってて、だけど前編ね、前話出てるわけじゃなかったんですけども、うん、逆にそれがなんかこうちょっと客観視して見れるところがあったんで、うん、さらになんかこの作品の面白さがね、うん、それで分かったような気がしますね。あ、うん、我々は逆に割とガツッと出てたので、あ、そうですね、客観視して見るというよりは、うん、入り込むって感じでね、うん、やっぱり、うん、なんだろうな、キャラクターの目線を通してみたいな部分がどうしても出てしまうので、うん、改めて出来上がったものを見た時に初めてそういう、はい、っていうのが結構多かったですね、うん、なんかね、まあ、というわけでお話もこれでちょうど半分まで来ましたけど ね、うん、ちょうどですね、まあ、これから次回からまたどうなっていくのか、そうですね、楽しみですね、はい、本当に、はい、ということで、では恒例のバジリスク、はい、まずは私から、はい、お願いします、はい、カゲロウの口のニホヒで大ピンチ源之助。血が打つの。こういうこと。あれはそうだったんですか。匂いです。匂いなんですね。はい、強力ですね。だとしたら。まあ確かに私のせいで目を塞がれたのは悪いなとは思いますけど、うん、違うから。くそ。違うから。風呂入ったのにな。歯磨いてなかったんじゃない？あ、そっか。そっかじゃないよ。はい。はい。
踏みしめる死での旅路の東海道。また綺麗ですね。綺麗ですね。綺麗ですね。はい、まあこれでまあ、まあ私たちも東海道に旅というか、もうこれはもう殺し合いですわ。そうですよ。でなんかもう残念な結果になっていくじゃないですかみんな。そうですね。それそんな感じです。不死なるは年季のソウルフォーエバーとはに、これはそうなんですよ、願いなんですね、私の、はい、年季あの非常に自分がやってみたいキャラだったので、声を当てるっていう部分では憧れのキャラだったので、死んでほしくなかったっていう、あの魂ね、持ってる魂を永遠なれという、もう本当にシンプルな、宇都宮さんにも込めてますね、その思いは。はい、はい、じゃあ最後オチです。オチでお願いいたします。今回もきっとどこかで見ているぞ。忍者様が見てるという、はい、なるほど、これですか。もうまたこれで見てるわけですよ。こうやるとこう倍ぐらい遠くまで見える。ああ、そうなんだ。そうなんだ。実はロングノズルでこう遠いところも安心ってそうなんだ、知らなかった。そんな感じで、はい、今日もどこかで、あのスポットの当たらない人たちも何かしらやっているんですね。そうですよね。もしかしたらこれをご覧になっている皆様のところにも実はいるかもしれない。気持ちよく覗いてるかもしれない。そうです。こう言ってるかもしれない。大変失礼しました。はい。というわけで9、10、11、12と、4話にわたって、お二人には、お付き合いいただきましたけど、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お邪魔いたしました。ではそういうわけでまた次回でお会いしましょう。はい、それでは、はい、さよなら。さよなら。